こんにちは、畠山愛理です。次回の30分ワンカット機構は銚子電鉄です。今回の見どころはですね、とてものどかなところなんですけれども、監督がすごく優柔不断で、最後ちょっとイライラしましたそこがでも見どころです。ということで、4月6日金曜日深夜0時から30分ワンカット機構銚子電鉄編、私の初体験、絶対見てくださいね。